サウスヨークシャーはイングランドの都市カウンティ。ヨークシャーザ・ハンバーの最南端に位置し、2011年時点で人口は134万人、面積は1552平方キロメートル。バーンズリー、ドンカスター、ロザラム、シェフィールドの4つの大都市区で構成されている。1972年地方行政法を受け、1974年4月1日に成立した。 グレートブリテン島内陸部ペナイン山脈の東側に位置する。西と南西はダービーシャー、北西はウェストヨークシャー、北はノースヨークシャー、北東はイーストライディング・オブ・ヨークシャー、東はリンカンシャー、南東はノッティンガムシャーに接している。シェフィールド都市圏はイギリスで10番目に人口の多い地域であり、サウスヨークシャーの西半分を占め、 人口の半分以上が住んでいる。戦死時代の遺跡として、シェフィールド北部で、紀元前8000年頃の家が発見されている。また、ダービーシャーの洞窟で発見された工芸品や壁画は、少なくとも12,800年以上前に作成されたと考えられている。紀元1世紀には、ローマ帝国の侵入を受け、俗州ブリタンニアの一部となった。近代以降は、 工業と成功業を中心に発展した。主な工業は石炭で北部と東部に集中していた。また、鉄工床も存在していた。西部のペナイン側はシェフィールドに集中している鉄工業を支えていた。鉄と石炭が近隣で採掘されるため、鉄工製造にとって理想的な場所であった。1972年地方行政法により、 イングランド全土を都市及び、都市カウンティとして区分することになり、1974年4月1日に、正式に都市カウンティとしてのサウス・ヨークシャーが成立した。1986年、サウス・ヨークシャー議会は廃止されたが、法律上は都市カウンティとして存在している。サウス・ヨークシャーは、天嶺カウンティであり、党刊と長官が置かれている。ダービーシャー、ウェスト・ヨークシャー。 ノースヨークシャー、イーストライディング・オブ・ヨークシャー、リンカンシャー、ノッティンガムシャーに隣接している。西部にはペナイン山脈がそびえ、東部にはハンバーヘッド平原が広がっている。ペナイン山脈の外縁の石炭機の岩による丘、断崖、広い谷のある、なだらかな風景が見られる。市街地、かつて繁栄した工業地帯、農地が混在している。運河、道路、 鉄道などの輸送ルートに沿った開発は、この地域の結出した特徴であるが、産業化以前の景観と、半自然の植生の一部がまだ残っている。ペナイン山脈は、ほとんどがピークディストリクト国立公園内にあり、地形は、ほとんどが荒野の高原と砂岩で構成されている。主な河川は、ディアン川、ロザー川、ドン川である。 サウスヨークシャー全体には1950年代からグリーンベルトが整備されている。シェフィールド地区とバーンズリー地区の生誕はピークディストリクト国立公園の境界に接している。ありがとうございます。